日は国民宿舎でいただきたいと思います。ここはねお風呂も入れるしね、かなりおすすめです。金印の湯、お風呂だけも入れるの。こんな感じで、さあでは今日は天ぷら定食をいただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい、うん、美味しい。では食レポお願いします。バクバク食べてますけど、アキさんの真似してどうぞ。ナスに行きます。この天ぷらね、サクサクに揚げてある。めちゃくちゃフリッターみたいね。なんかこの辺がさ、サクサクやない、しつこくないですね。フリッター、うん、脂っこくない、うん、美味しい。もう今海から取ってきてあげたような感じですね。うん、ほんとやん。もうね、すぐ海入れとるけど、海なんですよ。ここ普段海水浴場ね。めちゃくちゃ夏とかね、来るもんね。多いんですよ。うん。どこにある？何この土管？ああ、別に何もないか。なんかこの奥に塚が、あそこそうな砂防ダムや、砂防や。本当、うん、これ道よね。一応道、うん、すごい砂防。火炎塚登り口って書いてある。ねえ、どれが塚やろう。この上？これ祠やもんね。すっごい、本当にすごいところにね、祠があるの。え、この上ってこと？あ、上になんかある。ある。え、すごいね。多分こんなに見に来る人ってさ、相当マニアックやない？これ階段になっとるもん。ね？この紐をたどって、あ、すごい。よいしょ。あった。あ、ここか。え、まだ奥？え、でもさ、これすごいよ。これって何の石かいな。上に金具もついとる。ね、金具。え、これ自体何？上にまたあるよ。まだ上にあるね。それがそのさっきの火炎塚？よいしょ。ここは人混んでしょう。あ、なんか書いてある。昭和18年ってよ。
初めて知った鹿の島にこんなところがあるとこ。そうやろ、原稿やろ、蒙古塚とかあるけんね。うん、うわーすっごいね。ここは知る人ぞ知るみたいなスポットやない？うん、いやすっごいよ本当に。あ、あっちにもなんかこれ、うん、落ちてる。これ人消える？消らんね。祠の上の部分が落ちてます。多分だいぶ昔からあるっちゃろ。すごいよここ。いや私もそれ気になった。あのコンクリートがあるって、なんかあったんやさ。あ、これね、うん、いや金具がついとんのが気になるった。ここになんかこうはほらこう何回な、ここに。え、昔何やったっちゃろう。なんかがあったっちゃない。え、だけどもしかしたらその軍事関係とかね、うん、そんなんかもしれんよ。古いちゃ古いね、全然ね、うん、昔はだけん葉っぱとかないけん多分見晴らしが良かったと思うじゃん。だけんこっからなんか見渡して使うようなもんとかかもしれん。うん、かなり古い。うん、これ瓦とかはさ何で使っとったとかいいな。これ瓦があるじゃん、うん、この辺に何かあったとかいいな。なんか瓦に来てるの、なんかそれかもう瓦で持ってきてここに置いたかもしれない、うん、この瓦だったよ。あ、これでもよく見たらほら住友やん。あ、ほんと住友は、ね、うん、これがなんか、いや気になる気になる、ね、これ親方あたりは分かるかもしれんよ。分かるよね、うん、これ絶対あの軍事のなんかやな。うん、コンクリートやもん。何やったっちゃろう。なんか字が残ってきゃいいんやけど。いや、コンクリートにあんまり字は残っとらんよ。うん。この金具がついとうのがポイントよ。多分それで軍事のやつかもしれんね。うん。絶対そう。え、実はすごいもんやったり。ねえ、うん。私たちお手柄。お手柄やな、ね。この道は。石畳ですね。これどこまで続くっちゃないですか。ちょっと行ってみようか。なんか冷水峠の長崎街道思い出した。え、でもわざわざさ敷き詰めて作っとうとよ、うん、鹿の島によ、やばくない？てかこれどこまで行けるの？てかもうナビにさ道出てないけんこれ出てない、道なき道。でもあそこで止まりそうな気がするね。え、あそこまで大丈夫？この車、うん、石畳だよね。まあ、そこで終わりやね。終わり言うたんやね。え、でもさ、これ何のために石畳にしたっちゃろ、ね、なんか、あ、ここだけ石畳か、うん、ここからも違う。あ、ほんとやね。さあ、そしてちょっとね、海辺にやってきました。今日はなんかゴミがねいっぱいあるよ。なんかいろんなもんが打ち寄せられてる。あっちの方はねかなりねゴミすごかった。あ、こっちも結構すごいかな。貝とかもあるけど、ここら辺はねあんまりなんかとびっきり綺麗な貝とかもねないんちゃう。うわっ、
ゴミすっごっ、なんだこれ、めっちゃゴミが届いとる。普段結構なんかみんな波乗りとかしょるもんね。とにかくね、ゴミがすごい、ずっとめっちゃくちゃある。ここからのゴミね、中国とか、あと韓国、そんなんもいっぱいあるよ。これいっぱい落ちとるね。これ何回や、何に使うっちゃう。あ、なんか仕掛けかな。ゴミすごいね、めっちゃゴミだらけや。寝ないんですよ、ヤマピー。寝ても多分1日1時間から2時間ぐらいか。サイボーグみたいな人間です。あった？なんかさ、あんまりないよね。細かいのはあるっちゃけど、そう、ほらね、いっぱいあるやろ、ここだけど綺麗なのがないっちゃん。ない、なんかウニの入れ物とかも落ちてないね。で、62歳なんですけど、若さを保つために黒ニンニクを毎日食べてるそうです。62ですよ。仕事して寝ずにいつも来てます。寝ない人。眠くないの今日は。寝らんで大丈夫。ないね、巻貝みたいなんとかはね。ほんとちっこいのしかないね。流木いらんの、家にこれ。いや、家に飾っとったらすごいでかっ。なんか入れ物落ちとるよ。何あれ、なんか入っとっちゃない。ちょっと開けてみて。早く中開けて。なんか入っとるって。水わからんよ。なんか金の延べ棒とか入っとるかもしれん。どけんやったけるん。てか、なんでそんなのが流れてくるかね。あ、卵なんかすごいよね、いろんなもんがある。すっげー面白い。なんかね、ボールみたいいっぱいあるよ。
見てみて。すげえかけた。かけるけん美味しいというか。はい、食べり。あ、ありがとうございます。でも寝てないけんきつかろう。いや、きつくはないよ、ね。大丈夫、うん。で、これで帰って、うん、1時間ぐらい寝て。いや、ちょっと多分ビール買って。え？酒？酒買って。うん。酒飲むの？あ、飲むよ。酒飲んで1時間ぐらい寝るの？で寝て、うん、夜中目が覚めて、うん、でまたずっと起きてまた行って、でまた起きとくっちゃろ、うん、うん、すごいね、でも元気やね、うんうんうん、元気が途切れたやつすごい、なかなかこんな60でおらんけどね、でもいや、おらんやろ、普通はヨレヨレのじいさんって。あ、そうなの、うん、みんなくたばっとるって、すごい。